人類が増えすぎた人口を宇宙に移民させるようになってすでに半世紀が過ぎ、数々のスペースコロニーが人々の第二のふるさととなっていた。時に宇宙世紀0079、地球より最も遠い宇宙都市サイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に独立戦争を挑んできた。宇宙都市サイド7、ジオン軍のモビルスーツザクとの戦いはガンダムの運命をギャラクシアンという思いもよらぬ方向へ導くのである。ガンダムを乗せ地球を目指し大気圏突破を図る戦艦ホワイトベース。そのわずかな隙に奇襲をかけるジオンの正体。そしてタイムリミットの狭間で激しく迫る赤くて目立つモビルスーツ。人はこう呼ぶ。赤い彗星。
地球に降りたホワイトベースにすかさず襲いかかるジオン地上軍。ザクとの戦いの中、強力な敵の新型モビルスーツが青い姿を現した。地球の支配権をかけたオデッサの戦いの火蓋が切って落とされた。ガンダムに迫る3体の新型モビルスーツとその他大勢。今再び黒い三連星の悪夢がよみがえる。